労働時間の短縮、ワークライフバランスの充実、有給休暇の義務化、日本のワークスタイルが転換期を迎えている今、企業は働き方の新しいスタイルをさまざまな形で導入し始めています。山口県宇部市、ここに ICT 技術を活用し現場での新しい働き方に取り組む企業があります。大正9年創業の日立建設株式会社は、土木、建築、舗装工事を主体とし、石油化学プラントの建設や地盤改良工事、環境推進工事、路面切削工事、建設副産物の再生処理、アスファルト合材の製造・販売など多岐にわたり事業を展開している企業です。おかげさまで日立建設株式会社は2020年に創業100周年を迎えました。住みよい郷土づくりに貢献するという使命を胸に、100年という歴史を受け止めながら、さらなる事業基盤の強化を進めています。当社は今、建設現場における ICT 技術の活用を進めています。測量、施工、検査等あらゆる建設生産プロセスで ICT を活用し、現場の生産性向上を目指しています。日立建設では、切削工事で路面切削機を導入している県内でも数少ない企業です。道路の平坦性が悪くなった際は、この路面切削機でアスファルトを削り取り、新たに舗装し直します。近年の交通量の増加と車両の大型化で道路の損傷は激しさを増しており、この路面切削機を使用する工事が日々の安全で安心な暮らしに必要不可欠となっています。それでは、働き方の新しいスタイルについて聞いてみましょう。工事の施工状況をドローンで空撮し、現場の進捗状況を把握しています。撮影した写真や動画はホームページはもちろん YouTube にもアップしています。さらに一部の現場では測量システムにも ICT を導入しています。ICT を導入し施工管理に活用していくことは、人手不足の解消や危険防止などさまざまな面で効果があります。ドローンの空撮で最初から最後まで徐々に現場が進んでいく状況が分かってきているので、イメージが湧きやすいっていうのが業務の中で活かされているかなと感じています。最近では土木建築を学ぶ女性が増えてきたことから、現場監督として女性を積極的に採用しています。現在は20代の女性技術者が3名在籍しています。女性が働きやすい職場環境の整備に力を入れています。できてる過程をその場で味わえるっていうのはすごい面白いなって思います。女性が入ってくれたことで雰囲気が明るくなり、細かいところに気を配ってもらえるので、工事の品質も向上した部分があると思います。 ICT の技術と同様、今後もこの取り組みを継続していきたいです。 ICT の技術を積極的に活用し、男性が中心だった職場に女性も加わることで、職場には多くの相乗効果をもたらすことでしょう。